それではお時間になりましたので次に進みたいと思います次のセッションですがディープラーニングによる音声認識と題しましてフェアリーデバイス株式会社佐藤様よりご講演いただきます佐藤様お願いいたしますフェアリーデバイス佐藤がディープラーニングを用いた音声認識についてお話しさせていただきます 今日の概要ですが、まずバックグラウンドとしてまして、ディープラーニングの導入というのは、音声認識の精度を大幅に向上させました。で音声認識に限らず、音声処理分野全般において、ディープラーニングを用いた研究というのは非常に活発になされている状態です。で一方で、えーっとあの、活用という意味においても、えー 例えばスマートフォンの音声検索であったりパーソナルアシスタントのようなアプリケーションであったりあるいは家庭用のコミュニケーションロボットあるいは音声翻訳のようなものも非常に注目を集めていて実際にプロダクトアウトも非常に進んでいるという状況ですでこのような状況を踏まえまして、えっと、ディープラーニングを用いた音声認識というのがどういうような,な構造になっているのかという点とその活用における注意点 この2つについて今日はお話しさせていただきます。はいえー、っと今日のアイトラインですが、えっと、今言った通りで、大体ディープラーニングによる音声認識がどういう構造になっているのかという点と、その活用における注意点、約半々くらいでお話しさせていただきます。はい、でまず、えー、早速、概要に入る前にちょっと、えー、少しバックグラウンドについてあの話させていただきますが、えー、まず音声 えっと、処理分野というものは非常に広い分野でして、えっと、ざっくり分かりやすい分類だけでしても、えっと、音声の変換あるいは合成認識というようなものがあります、えー、で今日は変換や合成については、えっと、一切お話ししませんが、えっと、認識についてお話ししますということですが認識だけ取ってみても入力データ出力データいろんなものがありますで 一番わかりやすいものとして音声、今しゃべっているような声ですね、というのもようなものもありますし、非音声、例えばえっと拍手ですとか笑い、咳みたいなもの、あるいは音楽データ、環境音、生物が発生する音,音、機械音のようなさまざまな音があります。で、一方、出力側ですね、どういう処理をするのかということに絞ってみましても、例えば音声をテキスト化する、あるいは音を。 分類すするみたいなタスクもあります例えば和射を特定するあるいは、えっと、和射の感情を推定するあるいは音楽でしたら音楽のジャンルを推定するとかあるいは鳥の声でしたらどういう種類の鳥が鳴いているのかとかあるいは音響的なイベントですね例えば電話が鳴ったとか、えー、車がぶつかった音がしたとかそういうようなイベントを検知するですとかどういう音響シーン今公園にいるのか道路にいるのかお家にいるのかみたいなシーンを識別するですとか。 あと音楽ですと楽譜に起こすというような非常にスペシフィックなタスクもあります。で本日のトピックとしては音声をテキスト化するというところに焦点を当てたいと思います。いわゆるスピーチトゥーテキストというと言われるタスクになります。それで音声処理技術の活用という ことにについても非常に、えー、と多くの活用ががあるんですがスピーチ2テキストに限っても非常にお多くの、えー、応用があります。例えば、えー、と書き起こしという、えー、分類できますと、例えば議事録ですとかコールセンター、字幕のようなものの音声を書き起こすというようなことでありますし、あるいは、えー、とインターフェースですね、えーえー、といわゆる、えー、機械と機械と えと音声で入力し音声で返してもらうみたいなインターフェースもあります例えば冒頭にも紹介しました元気しましたスマートフォンの音声検索ですとかあるいはパーソナルアシスタントのようなアプリケーションあるいはカーナビですとかカーデンにも最近音声インターフェースが搭載されることも多くなってきたかと思いますあるいは音声対話ですね非常にあの最近え開発が進んで話題になっている 家庭用のコミュニケーションロボットのようなものもありますし、えー、あるいはそうですね、えー、ロボットに限らず音声対話エージェントというのは非常に注目を集めている技術かなと思いますあるいは、えっとえー、オリンピックに向けてというところで非常に注目が集まっていますが音声翻訳みたいな技術ですとかあるいは外国あ非母語を学習する時の、えっと サポートのような機能で、えー、と音声処理を使うという時もあります。えー、と非常に多くの、えー、と幅広い活用があってますます、えー、とプロダクトという意味でも研究という意味でも活発に非常にホットなトピックかなと思います。えーでえー、と早速え、じゃあどういうふうにディープラーニングが音声認識で使われているのかというお話をさせていただきます。はいでえー、音声認識、まずディープラーニングを使ったという前に音声認識 が全体がどういう構造になっているのかということについてご説明いたしますまず音声というのは波形データでして、まあ、1次元の時系列データになっているわけですけれどもこれはえっと周波数領域にショートタイムフリーエンフリエトーランスフォーメーションしますとで周波数領域にしてから特徴量を抽出しますと特徴量を抽出しましたら、えっと、特徴量を抽出し 抽出した特徴量から音素ですね、いわゆるどういう音なのかということを推定します。これが音響モデルと言われているモデルで、えー、どういう音,音らしいかということをモデリングしたものであるといいます。これにガウシアンミクシャーモデルというのを従来は使っていました。で、えー、とこの音素の推定、特徴量の抽出から音素の推定というのはフレームバイフレームですね、10ms ですとか 25ms ですとか、非常に狭い、えー タイムウウィンドウごととに行うとでこれが時系列でバーッと並んでいますので時系列で音ソレスを決めてあげようとつまり時系列でどういう発音をしているのかというのをヒデン・マルコフモデルで決めていくということですでどういう発音が決まったら今度は、えっと、スピーチ・トゥ・テキストに非常に、えっと、特徴的なことですけれども自然言語の知識も必要だとつまり音だけではなくてどういう、えっと、自然日本語あるいは英語ですね言語に が最もらしいのかということにえっと照らし合わせてみてどういう単語列を喋っているのかということを推定しなければいけないとこれが言語モデルでで,でしてえっと従来はえ従来より N グラム言語モデルが使われているという構造ですでこれ,これがえっとざっとした音声認識の構造なわけですけどもディープラーニングじゃあどこで使われているのかといいますと,えっとまず 音響モデルが GMM であったのがディ,ープラディープニューラルネットワークになりますと音響モデルとして使うというのが一つです、えっと、次に下に行きますが言語モデルですね N グラム言語モデルを使っていたところにリカレントニューラルネットワーク言語モデルを使おうというのがもう一つそしてえっと音響モデルと密接に関係ありますが時系列ですね、えっと、を決定するときにリカレントニューラルネットワークを使うというような試みもありますざっと言ってこの三つの アプローチがあるかなと思いますで一つずつ見ていきますと DNA による音響モデル音響モデルとして使う場合ですねこれは発形データから音素、えー、どういう発音をしているのかというのを推定するモデルとして、えっと、DNA のを用いるということですでも,うもう一つ重要なことがありまして、えっと、DNA の,、えっと、の非常に、えっと、重要な特徴として、えっと、ハンドクラフテッドな特徴です は持ちる必要がなくて DNN が自動的に特徴量を学習してくれるということがよく言われるわけですけども音響モデルにこの機能を搭載しているということになりますすなわちディープニューラルネットワーク音響モデルにするわけですけれどもその仮想が特徴量を抽出するように学習するということですなのでこの1ページ前の絵で言いますと特徴量抽出というところは抜けていまして直接 スペクトグラムにしてから音響モデルに入れると特徴量抽出と、えっと、音素の推定というのを、えっと、一気通貫でやるというような構造になっています。うん、で最近では、えっと、この前のスライドでは、えっと、周波数領域にしてから、えっと、DNN に入れると言っていたんですけれども、えっと、DDNN が音,、えっと、音声認識に 応用された当初,です、ね、当初はハンドクラフテッドな従来と同じ特徴量を DNN に入れていましたで、えっと、その後研究が進みにつれて、えっと、フ,ィルフィルターバンクとかログメルフィルターバンクとか言われるようなより、えっと、ローデータに近いような特徴量を用いるようになってきていますでこれは周波数領域の話なんですけどもごく、えっと、最近では、まあ、もう波形データをそのまま入れてしまおうみたいな えと研究も行われてきてきいますでこの音響モデルに DNA を使うことによって非常に音声認識の精度が向上したということになっています。で2番目ですが言語モデルとして使う場合ですね DNA の。N N をえー、とこれは従来は N グラム言語モデルというのを使っていました。 でこれをリカレントニューラルネットワークベースの言語モデルに置き換えようということなんですけれども置き換えるのはいいんですけれども、えっと、非常にこう計算コストが大きくなってしまいますか探索範囲が広すぎるという感じになってしまうんですが、えっと、主に言って2つのアプローチがあるかなと思います、えっと、1つは、えっと、バックオフ N グラム言語モデルで、えっと、禁止してしまおうということですねでこれは、えっと 逆に言えば N グラム言語モデルを作るときに RNLM を活用するという程度のものでして、近似なので、やはり限定的かなと、より良い N グラム言語モデルを作るという程度でしかないかなという感じではあります。でもう一方では N グラム言語モデルで N ベストですね、いわゆる認識結果を N 個、ベストのもの、N 個を出しておいて、そのスコアリングをリスコアリングをするのに RNLM 言語モデルを使ううという手法になりますこれですと N を十分大きく取っておけば RNN 言語モデルの精度を生かせるということなんですけどもこれ2パス1回全部の音声をなめて N ベストを出したあとにもう1回全部リスコアリングスコアを計算し直さなきゃいけないので非常にオンラインでは活用しにくいというのがありますねオンラインについては後でもう1回述べます でここではあま,、えっと、あまり説明しませんが、いずれにせよオンラインで RNN、DNN ベースの言語モデルを使うというのは、ちょっとなかなか簡単ではないという状況で、えっと、そのための、えっと、手法の研究とかもなされているという感じですが、まだ研究レベルなのではないかなと思います。はい、で3つ目ですが、えっと、時系列データをどうやって DNN で扱おうかという。 えとアプローチになりますが、えーと、音声認識の特徴としまして、以下のようなものがありますと、と入,えー、入力は音声ですと、で出力はテキスト、単語列、あるいは文字列ですと、両方も、えー、とも系列データ、シーケンシャルデータですと、で音声は当然、えー、と発話ごとに長さが違いますと、で出力も当然、えー、と長さ違いますで。入力データと出力データは長さが違うので、 別の言い方をしますとアライメントをしなきゃいけないということになりますね。で、こういうような状況で DNN にそのまま使うというのは難しいんですけれども、リカレントニューラルネットワークを使った上でコネクショニストテンポラルクラシフィケーションという手法がありまして、これはなんか えっと何もないという記号を導入することによってえっとアライメントをするみたいな感じの手法なんですけども r n n w i i z c t c というのも使うことでえっと音素列を識別する推定するというようなことができるようになっていますでこれは従来 HMM がやっていたようなところをえっとニューラルネットワークでやってしまおうというような試みになりますで,はいで3つほどえっと典型的な DNA の音声認識で使う時にどういう使い方があるかというのを説明したんですけども、えっと、次第にエンドトゥエンドですね入力側も従来のハンドクラフテッドな特徴量から、えっと、なるべくローデータに近いような入力をそのまま入れるようになってきてますし出力側もえっと、えっと そうですね、時系列データとか言語モデルとかも、えー、とエンドシーケンシャル単語列ですとか文字列をそのまま取得しようみたいな試みがなされていてエンドツーエンドに近いネットワーク構造が次第に使われるようになってきているというような現状になっていますでその他にも、えー、といろんなネットワークが使われていまして、えーとえー、画像とかでよく使われていますコンボリューショナル GNN ですとか、えーまあ、いろんなネットワークが使われています でえー、っとちょっと飛ばさせていただきますがさまざまな課題についてさまざまなネットワークの構造が使われていて非常にいろ、えー、んな研究がなされているというような状況です。でじゃあ今まで言ったようにこのいくつかネットワーク構造を使えば、えー、っと問題解決でハッピーかというとそうではなくて、えーっとい,くえー、いくつかも解決したい問題というのがあります。で えー、別に d n n だから解決あのというわけではなくて音声認識あるいは音響モデル共通のものとして、えー、といろんな答えがあるんですけれども一つの問題としては眼性ととロバスネスネいう問題がありますでどういう、えー、と条件に対するロバスネスかといいますと典型的には雑音ですね背景ノイズみたいなものですとか残響こういう、えー、と部屋ですと,、えー、と音響が。 え音が反響してえと残ってもう一回入るというようなことがありますけども残響が入ってしまうとで残響を除去しえ残響がある環境下でもえと音声認識をしたいとあるいは発話速度が全然違うみたいなこともあるかと思いますでえとこういう雑音は残響に強いようなえと音響モデルを作るには DNN の場合はどうしたらいいかというような いくつかアプローチがあって例えば従来やっていたような残響除去は、えーとあえー、残響抑制です、ね、のアルゴリズムで使っていたような推定量を、うん、DNN の入力書に加えちゃいましょうという手法ですとかあるいは、えー、と雑音抑制残響除去は別の DNN でありましょうとでその上で、えー、とクリーンなデータにした上で DNN 音響モデルに入力しましょうという手法ですとか 要は別の DNN でやった上でそのボトルネックスですね中間層のところを取ってきてそれをなんか特徴量としてえっと波形データと加えて DNN に音響モデルに加えてみましょうみたいな手法もあります。で、もう一つの大きな課題としまして適応という問題があります。適応は何を言っているかと言いますと非常に一般的な学習データとなる音声はありますと。 ただ、えっと、特殊な環境における音声データが少しだけありますとでこうでそれにいろんなバリエーションがあるので、えっと、そ各々の,そのかんと特定の条件下における、えっと、認識精度を上げるために、えっと、モデルを適用してしまおうという考え方ですね。でどういう条件がありますかというと,と,いうと典型的にはシャですとか雑音の環境あるいはマイクのチャンネルの特性みたいなものもあるかと思います。 でまあ、いろんな、えっと、どうやって DNA の音響モデルを、えっと、適用するのかというのに関しては非常にいろんな研究がなされています。で,では、どうやって学習しましょうかという感じなんですけれども、えっと、当然、ディープラーニングの学習結構重いということなので GPU は非常に重要ですとで。実際、音声認識の場合はどうかといいますと音声認識の場合もやはり CPU 単一マシンですとかなり厳しいと。 えっと、実用的な、えっと、時間では学習が終わらないということが多いです。で GPU、えっと、非常に、えっと、効果的でして、えっと、単一マシンでも GPU 入れますとかなり実用的な速度が、えっと、得られることが非常に多いですと。で必要であれば、まあ、何枚も指すということがあります。でまあ、それでも、えっと、無理なような超大規模なデータですがか、超大規模なネットワーク。 あるいは非常に学習が難しいネットワーク構造を作用するみたいな場合には GPU あるいは CPU のクラスターというものを使うというのも視野に入ってくるわけですが当然クラスター管理が必要ということもありますけどこういう場合はデータ転送がボツルネックにやはりなるかなという状態になっていましてそれに対する手法というのも 考えられていますで DNA の学習を並列する,かするための手法ですけれども、えっと、データを分割する手法あるいはモデルを分割する手法みたいなのがありますで最近よく使われるのは、えー、っと非同期の SGD ですね、えー、がよく使われていると思いますで非同期の SGD でさらにデータ転送ボトルネックになるのでどうするかっていうと,、えー、っとなんかコンパクションして 式値、えっと、以下だったらグラアでエントをゼロにしてしまった上で1ビット量しかするみたいな、えっと、転送データを圧縮するような手法の研究も最近行われてきていますという感じです。で学習はそういう感じで並列化必要なら並列リレス化しつつ GPU を使うのがいいですよという感じなんですけれどもと学習されたモデルを使って実行する前ですね、えっと、音声認識をする場合 はえっと大抵の場合は CPU でも十分です。というのは、音声はこうリアルタイムにパラパラ,パラえっとやってきて、フレームごとに処理えっと音素を推定してみたいなことをやっていきます。で音素を推定した後に、やはり自然言語のところでどういう単語らしいのかみたいな処理も走るので、DNA の音響モデルだけああ計算は DNA の音響モデルだけ計算 n 音響モデルだけというわけではなくて前段処理も後段処理もありますので DNN だけも早くしてもしょうがないというのもありますし音声はパラパラパラやってくるのでえっとその音声より早くデコーディングすることはできないのでそういう意味では CPU で十分な場合が多いですとただ GPU 使うと早くなることは確かに早くなりますという感じですでまあそうは言っても DNN 複雑なモデルを使って精度を良くしようとするとやはりやっと ここ遅いよねという場合にはえっといろんな高速化の手法が考えられています。非常にえっといろんな手法がえっと研究されています。で、やいや押していますが、そんな感じで音声認識においてはこういうさまざまなディープラーニングが使われ方がありますよというのを見たんですけれども、残りの時間を使ってじゃあどういう点に注意したらいいんですかと、主に活用という点ですね、観点から説明を。 ご紹介したいと思いますで今日の個人的には今日のハイライトと言ってもいいと思うんですけども非常に重要な点がありましてまずマイクを適切なものを使いましょうというのはこれが一番重要で、えっと、画像でしたら、えっと、カメラですね音声でしたらマイクで、えっと、入力デバイスで負けていたらもうほぼ不可能ですということですで具体的に言いますとマイクの品質ですね、えっと えきちんとした品質のマイクを使いましょうですとかあるいは、えっと、マイクアレというものをマイクを何本も並べて、えっと、処理するというような必要性がある場合もあるんですけどこういう場合はチャンネルマイクの本数チャンネル数ですとか機械学的な配置とかえきちんとやりましょうとあるいはマイクの設置方法ですね非常に、えっと雑えっと、デバイス本体の、えっと、そう雑音が発生してしまうような近くに置いてしまうと、まあ、当然、えっと、音声を、えー いいにに収録すするのは無理ととうことになってしまいますしまま、えっと、本体の中で音が反響したりですとかんだりですとかそういうことがありますのでまずえっと適切なマイクを使いましょうこれ非常に重要ですで、えっと、この時点でえっと不適切ですと、えっと、高段層処理のソフトウェアでいくら頑張っても、えっと、適切に設計されたマイクからえっと収録された音声と同等の実用性的な制度を得るというのはやはり難しいということになります であるいはえっとフロントエンドチップで雑音とかえ抑制する場合はよくあるんですがこういうのを与えてですねえって、と、人間の聴覚に対して非常にえっとチューニングされたアルゴリズムになっている場合が多いです実際ですと人間が聞きやすいように雑音をえ除去するというようなことがあるんですもうこれ人間が聞きやすいからといって音声認識機械によっては認識しやすいかというと別の問題なのでえっと フロントエンドチップ通してみたらどうも精度が落ちるというような場合もなき日にもあらずなので気をつけた方が良いですというのは1つの注意点です、はいえー、対処方法としては、えー、とフロントエンドチップ通した学習データを使うというのは1つあると思います、はい、であ,あるいは、えー、とほぼ同じことなんですけどもデバイス本体の特性音響的な特性ですねいろいろあると思うんですけれどもデバイス本体の騒音、えー 動作音みたいなものですとか、あるいは内部で反響してしまうとか、あるいは本体の振動がマイクに伝わってしまうとか、あるいはマイクが本体の随分内側にあるので、音声が入るまでにだいぶ歪んでしまうみたいなことがあるかと思います。そういう場合には、えー、とクリーナデータのみで学習した音響モデルではなかなか厳しいということで、雑音耐性があるようなモデルで、かつ、 このデバイスに適用したような、えっと、音響モデルを作るというのも非常に重要な手法になってきます。で、あるいは、えっと、いろんな問題があるんですけれども、えっと、あるいは、えっと、ローカルとサーバーの構成みたいなものも当然典型的に考えられるわけですけれども、えっと、ローカル例えばスマートフォンの端末とサーバー、クラウド側の向こう側のサーバーで と処理をを分担すするるとといいうう場合どこで何をやるかというのは、えっと、選択肢がありますで例えば、えっと、こういうような選択肢があるかなというのをご説明しますと,とローカルですねクライアント側で発話区間検出つまりずっと全て雑音ですとか無音区間も全てサーバーに送って全て音声認識するというのは通信も重いですしサーバーも重いのでやや非現実的な。 だろうと思いますなのでえっとクライアント側でえっとここの区間だけ音声なので音声認識してくださいというのを検知をしてそれをサーバーに送るとでサ,ーバーに送らサーバー側に送られてきた音声はまあ音声であろうと思って一応プリプロセスと音声認識を行うとで結果をクライアント側に返しましょうということですけどもえっとこれは えっと、当然用途、目的あるいは構成によって変わってくるのでこういうことを検討しなきゃいけなくて当然ローカル側、サーバー側、CPU、使える CPU、GPU 当然制約がありますので全体として最適な、えっと、アーキテクチャを設計しなきゃいけないと。で一旦先ほど言及したオンラインですけれども、えっと、音声インターフェースみたいなものではもう遅延が致命的になりますのでオンラインでデコード。 認識できることが非常にに重要になりますでオンラインでって言ってるのは例えば3秒の発話があった場合に3秒間バッファリングした後にサーバーに送ってそこから音声認識を開始して1秒かかって2秒かかってで返しましたとかなるともうなんか全然音声認識の結果返ってこないということになるので 10ms とか 25ms のフレーム単位で処理するのでもうきた、えー、音声を 観測した瞬間からもうストリームで蓄字的に、えっと、サーバーに送ってあるいはデコ,、えっと、デコードを開始するとで,もう、えっと、できたところからどんどん,どん,どん出力を返していくということが非常に重要になります。これは、えっと、音声認識のような大抵後続のステップというのがある場合も多,いですで多くて、えっと、文字を起こしてからそれが何を言っているのかを理解してアクションをするですかあるいは、えっと、返答の会話例を。 生成するですか、あとは、あるいは翻訳の場合ですと翻訳しなきゃいけないと。コーナーの処理があるので、音声認識だけでえっと時間を取っていたら全然全体としては間に合わないので、遅延なく蓄積的にえっと音声認識をしなければいけないという要求は非常に強いということです。こういう場合はワンパスのアルゴリズムといいまして、音声認識を最,音声を最後まで読んでから、もう一回頭から。 えっと、デコーディング認識をするというようなアルゴリズムですもう全然間に合わないので必ずワンパスしかも蓄積、えっと、的に処理をしなければいけないということになります。で、えっと、もうまとめに入りますが、えっと、ご紹介しましたようにディープラーニング音声認識に,ついおに限らず音声処理分野で幅広い課題についてかなり活発に使われていますとで研究においても、えっと、実用においても非常に えと重要なフトトピックかなと思います。で特にディープラーニングを使いますと、学習が重いので GP はもうほぼ必須かなという感じになっています。はいでえー、とまとめますと、えー、とその音声認識においてディープラーニングがどのように使われているのかということと、えー、とそれを活用するときにどういうことに注意したほうがいいのかということについてご紹介しました。以上です